ニューエ南部の村、アバテレニューエの地理について記述する。ニューエは、トンガの東に位置する、南太平洋の小さな島である。面積は260平方キロメートルで、海岸線長は64キロメートルである。排他的経済水域は200海里、領海は12海里を主張している。世界最大の産後島の一つである。ニューエは、ニュージーランドと自由連合の関係にあり、 中華人民共和国から国家の承認を受けているほか、日本政府も2015年5月15日に国家承認したことを発表した。首都はアロフィに置かれている。ニーエの地図ニウエは南位19度、成形169度に位置しており、サモア諸島まで北へ。 約6 0 0トル、クック諸島まで東へ、約9 5 0トル、ドンガ諸島まで西へ約4 2 0トルである。ニウエの東西南北端は次の通りである。ニウエの気候は熱帯であり、南東貿易風に左右される。12月から3月の雨季は高温多湿であり、その他の月は、超雨であや,や涼しい寒気となる。雨季にはしばしばハリケーンやサイクロンが襲来する。 二上の地形は、石灰岩の急な沿岸の崖と、中央部の大地から構成される。最低標高は、海面と同じ0メートル。最高標高は、マタラウ村にある無名の地点の68メートルである。島の資源は、魚と農地である。1993年現在の土地利用は、以下の通り。二上では、焼き畑農業による自力の低下に対する保護活動の、 実践を通して環境問題への関心が高まりつつある。ニウエは生物の多様性に関する条約、気候変動枠組み条約、京都議定書、国連砂漠化対処条約を結んでいる。海洋法に関する国際連合条約には署名しているが、批准はしていない。ニウエはアメリカ領サモアとの間の東西の海上境界線の確定に関する協定を アメリカ合衆国と締結している。ニウエはアメリカ領サモアの南にある。ニウエの人口は2011年現在1426人である。2001年現在の民族構成はニウエ人が78.2%、太平洋諸島民が10.2%、ヨーロッパ系が4.5%、根結が3.9%である。なおニウエには日本人の経営する寿司や 会以下があり、テレビ、東京系列の番組、世界の秘境で大発見。日本食堂で紹介された。ありがとうございます。